こんばんはーい。ピーソン、社長ありがとう。本当にタスクさん。一日中。嬉しいでした。星くんも、こんばんはーい。ありがとう。今日。楽しかった。今日はね、観覧車デートからのオンラインリリースイベント途中参加からのライブでございました。楽しかったです。やっぱね、久々に、やっぱオフ会とかだとゆっくり喋れるから楽しかった。1分ぐらい。岸さんこんばんざい。しゅんまくんやっほー。カフェオレこんばんざい。クロさんこんばんざい。ざーい。てりまかしーだというかな。 Thank you。 ということで本日は渋谷エイジアさんでライブでございました。結構ね、久々の方とあと初見チェックの方が何かいらっしゃってとても嬉しかった。ありがとうございます。そう、なんか今日は多かったね、いつもより嬉しかった。ということで明日もね、明日は2本ライブがあるのでぜひ来てほしいなと思います。おすすめ瀬戸利的にはお昼の方が、瀬戸利的にはめっちゃ、なんだろう、瀬戸利というかふみがいっぱい歌うのはお昼で、夜はもう会場といい感じにマッチする瀬戸利なので両方本当にいい感じのライブになってます。ぜひお昼と夜とお待ちしております。神田明神が都内で、のお昼のライブで、で夜に横浜でライブっていう感じです。で23日もお昼にライブがあって、夜はちょっとしてないのでそこだけお気をつけあれって感じです。こんばんは。証言こんばんは。トルモルこんばんは。あ、ねコンタさんちゃんありがとう。デリシャメッセージゲットしてくれちょったやろ。ありがとう。特典楽しみにしてください。明日どうしよう髪型。いろんな曲に明日も出るので、どういうのがいいんだろう。という服が起きてほしいですか。服じゃなかった、髪型をしてほしいですか。迷ってる。今日ね、山口久々つけたの。なんかね、ダンス、そう、今日なんかね、最近ダンスが多くって嬉しかった。今日もね、ダンスでした。やっぱね、ダンスでみんなが喜んでくれるのがまた愛おしいというか嬉しいですね。ダンスはさすがに最強。今日はダンスと新月社交のかくれんぼに出たんですけど、昨日の夜さ、翔ちゃんと、あの人来てほしいねみたいな感じで配信中に多分話したんですけど、それが新月でした。そうなんです。だから、そう、明日はとっても、明日もとっても楽しいんですけども、今日はね、まずはその2曲に出演したので、すごく、なんだろうね、ごふみに合った曲がたくさんあって嬉しかったです。ブチュンこんばんざーい。うん、昼間 CD 付きしか買えんかったか。あ、よかった。え、バンドルで買えたのかな。パネさんこんばんざーい。そう、あ、ジルのリップ使い始めたよ、今日から。今日からこれ目か入ってて可愛いかな、リップ可愛くない。皆さんこんばんです。寒いよね。今日のお昼ぐらいにめっちゃ高かったんだけど、急に風もさ強くなってさ、気温も下がってちょっと怖いよね。そろそろ冬来るなって思うし、今年の冬は寒いって聞いたけ、みんな気をつけようね。昼はまだ元気だぞ。夜死んじゃうかもしらん。まあ寝させないライブにします。キャンにガチの告白される夢を見たので、なんだか照れちゃう、知らんがら。で、わかる。私もさ、ファンの方との夢とか見んのよね。普通にファンの方と手をつなぐ夢とか見んの。ちょっとドキドキするよね。クリちゃんこんばんざーい。ドキドキしちゃう。だからドキドキってなんかちょっとあってなっちゃうけどさ、すみません、別にさ同じ夢を見てるわけじゃないけどさ、あ、なんか勘違いしてさ、あみたいになっちゃうね。結構ある。わかるわかる。新潟寒いよ、来る。
寒そう。寒いよね、みんな気をつけよう。私もちょっと今鼻声で、これ花粉もあるけど、ね、冷えてもあれやから気をつける。そうというかね、今日はすごい喉を使う瀬戸りでしたが、明日もたくさん歌う予定なので、皆さんよろしくお願いします。私さちょっと記憶がもう薄れ始めてるんだけど、私自粛前まである時から必ず握手するようになったよ。あ、じゃあハイタッチかな。自分の中でルール決めてて、チェキ取っておしゃべりしてありがとうの時に必ず握手かハイタッチを必ずするようにしてたんだよ、自粛解けるまで。だからまだそこから今ね自粛入ってるのであれなんですけど、マジでここ最近 2,3 年必ずハイタッチか握手をするようにしてたよ。握手会ってことはないかもね。だしこれなんだろう、人によっては握手とかを別に絶対しないといけないわけじゃないし、そこはメンバーによると思うんですけど、別にそれが握手したいとかしたくないとかじゃなくて、人によると思うけど、私ね必ずそう自粛のこのソーシャルディスタンス云々が始まる前は必ず握手かハイタッチをした。ここ 2,3 年はずっと、ここ 2,3 年じゃないね、だから 3,4 年か、ここ1年間ライブできなかったから、特典会とかちゃんとできなかったから、本当に握手とかハイタッチは必ずしてたっていうルールをね、自分ルールっていうかそうしたいなと思って心がけ始めた。そうそうそう、あきらさんこんばんは。バンコクとパ、今もタイにいらっしゃるんですか。タイ住み。浮き輪を生で見たい。あー、浮き輪はすごく人気ですね。で、またね、近頃見れるかもしれないし、浮き輪は本当にね、難しい。まだまだ自分の中で育てていきたい曲ではあるし。返事いつまでにしたらいいって言ったら12月3日までと期日を決められる。リアルやな、でも近いな。ちゃんとありないね、時間軸はもう一緒なんだね、リアルと。ポルハロこんばんは。神田明神ライブやるよ。久々だけど、この間もやったか。あ、けど神田明神最近結構立たせていただきますね。あ、今福岡おるんじゃん。行きたい福岡。お元気です。あきらさんってさ、リプしてくれた方かな、この間違ったらごめん。タクポット付近から気になるし、嬉しい。あのなんかもうなんか小百合ちゃんがさ緊張するって言ってた、ちょっとだけさめっちゃ喋ろうって思った。あ、違うさか、ごめんなさい。この間ねタイで喋りましたってリプ来た方がいたから一緒かと思った。でも覚えててくれてありがとう。顔見たら思い出せちゃう、めちゃくちゃある。海外で出会う方で日本人の方ってなかなかいらっしゃらないから。そう、とりあえず家に嫁ってもらって、それはそうね、約束してからね。思い出流れてるね、回収できたらいい ね。ちなみにさ、ふみがいない大江戸がさ来たらどうなる。まあ、いた方がいいかね。大江戸は早くかね、ふみちゃん大江戸いつか回収してほしい。なんかもうここまで来たらなんか回収するまでみたいなこと言ってたのこの間。タケポッド氏がイメージ変わった嬉しい。Did you receive? あ、Yes! Thank you! あとで、I will share on Twitter picture. これからもつ鍋がうまくなる。やっぱ冬があれなの？あ、鍋だからか。あれか。福岡行けか。見た時って、あ、そう、可愛かった服。いけてないけど、プリタイ最後の東京ライブが神田明神。あ、そうなんじゃん。あ、服変えたんや。
素敵。I was worried it may not get to you. It took 2 days in Plum. この歌好き、バズルパンは。でもまあ冠曲だしね、特に私たちの大事にしてる曲だし。でもね、それこそバンドジャパンは曲が、この曲はもう6年ぐらい歌わせていただいてるよね。6年目か、すごいよね。 I have a new Twitter。 なので、ね、一曲一曲愛はあるけど、今日か人気だな。でもね、いつかまた見てほしいな。4パターン器用だね。姉妹のお姉さんの方よね、かな、会いたい。あ、姉の方です。英語を無理やり喋ってる方です。嬉しい、覚えてくれ、ちょっとありがとう。これね、バンザイジャパンって曲、着替えてたお疲れ様やね。あ、カーテンの画像送っておきます、ありがとうございます。あの、見た見た、緑のやつね。ちょっと後でリップ返しとこうそう、カーテン変えた時にみんなのカーテン気になって聞いたやつ。だいたいオレンジか黄緑だったら指針だと思った、勝手に。そう、そう、バンドジャパン、そうそうそう、この文字ですね。そう、バンドジャパンはでもね、本当に何だろう、一番多分やってきた曲でもあるしね。ありがとうね、覚えておきます、ありがとうございます。りょうへいさん、はじめまして、詐欺大嫌い、こばたーいあ、バンドジャパンで言うとバンザイがね、買っだからジャパンがひらがなです。先の方が合ってるよ。それで明日がですね、2本ライブあるんですけど、明日に1個目のライブのねチケットがもうちょっとでね、多分なくなっちゃうって出てたので、ちょっと早めにゲットしてほしいなっていう感じです。ちょっとね、マジで来てほしい。ちょっと前髪かわいい、ありがとう。あのね、今日ヘドバンしたのね、あの、新月があったからヘドバンするなと思って固定したくて、前髪をで、ちょっと巻いて固定した。もうね、もうね、汗で大変なことになってるけど、巻いて固定したら割と浮いても、浮いてもっていうか、こう激しくヘドバンとか頭振り回しても、こもほら、こもこうやって動くから巻いてました。あ、明日横浜行こうと思ってる、よろしくお願いします。音楽止まったの時の顔顔怖かった全然無意識の顔だった、恥ずかしい。ちょっと前髪切りたいよなってずっと言ってるけど、なんかね、切ると失敗、まあ、失敗することあんまないけど、ちょっとね、ゆっくり切りたいよね。巻くとちょい短くなるやん、わし短い方が好き。あ、そうなんや。でもね、切りたいんよね、早く。でも切ったら切ったで短くなるけん好きってこと。そうで、1個目のライブが、チケットがあともうちょっとで、夜の方のライブはいつまでなんじゃろうかね感じなので、ぜひゲットしてください。ちょっと待ってよ。そうか、ちょっとね、神田明神ホールの方、ちょっとマジでちょっといっぱい歌うんで来てください。チケットもうすぐって書いとこう。ただ発動失敗の経験があるので、ただ笑った。ガルテ君は何色パラソル？あ、目がそういうことか。お目目見るといいな。髪長いいな。髪長いのいつかやってみたいな。配信はいつも見とるけど、会うのは、ああ、よろしくお願いします。まあ、お話ししないと認知とかできないので、あれなんですけど。明日、22日よ。ふみね、そう、公式木曜日。俺の習いパラソル、次はいつ好き？確かに。でもね、リリーベはやりがちだよね。やりがちとやる、やる頻度は高いかもしれない。ということで、明日は。
どんな感じになるのでしょうか。あ、そうね、さっきねツイートしたんですけど、このツイート見ました。明日 14? 明日 14? え、そうですね、あのね、まあ、1回だと保証はできないけど、やっぱ顔も見てお話ししたら認知率は高い。やっぱり、てかお話ししないと覚えれないじゃん。あの特典会でチェキを取って、だいたいチェキ1枚つき1分ぐらい喋れるんですけど、あのそこでやっぱ顔を見てお話しするところしかお話ができないんですよ。結構たまにね、そう言われるんですけど、そう席を取らないとやっぱお名前と顔って一致しないからなっていうのは。そう、10時からチカなので特典会、泣いた。月曜から毎日バンドジャパン、話したかったわ。パンダさん、ハッピーバースデー見てた。あ、そう、これね、さっきね、ツイートしたんですけど、コンプしたいってツイート。これね、シルバミニオファミリーのね、ベイビーベイビーシリーズってね、このね、赤ちゃんがね、これ全部ね、あの、8種類あるやつ。かわいい。で、私ね、これ1個しかまだ持ってないんですけど、これをね、これを当てたかったの。このアコーディオン持っとる赤ちゃんを当てたくて、あ、これがいいと思って開けたのよ。これドンキとかでも売ってるらしいよ。トークパターンの方が直接話した時間に、それはそう、それはそうなんだよね。一緒に住んでるんかってぐらい喋ってたもんね。かわいい。さあね、中身がね、これだったの。当たった。聴いちょるのが当たったんよ。これさ、設置したい。でもごめん、急にシルバニアファミリーの配信になっちゃったけど許して。マジやべえ、これはマジやばなんだけど、本当にあの高まりすぎて8分の1当てたよ。でなんかこれがいいなとは思ったけど、まあまあ待たなくてもってとこあるじゃん。中身はそう、ランダムなのにコンプしたいでね。これどうやって持つんや、こうなっちゃうよね。こちゃこちゃ。だから片手を持ち上げて、めっちゃ可愛いのこれ。なんかね、可愛すぎて苦しい。見て、こっちの手上がったよ。ここに。できた。ちょっと、ちょっと、あ、ちょっと一応添えとく。あ、こうだ、できた。見て、かわいい、やばい、かわいくない。当てた。私が当てたかったのは当てたんやけど、一個さゲットしたコンプ見つけたら私も買おうと思って。やばくないこれ。かわいい。でなんかね、普通のシルバニアよりちっちゃいらしいの。なんか赤ちゃんシリーズってやつらしくて、鬼顔なんですけどっていう。かわいい。これはやばくない、ずるくない。さ、ちょっと音楽好きっていうところをさ、もうシルバニアファミリーや藤崎ふみのためにこの音楽の赤ちゃんを絶対にさ生産したって思うけど、やばない？これやばい。でも本当にこれ次に欲しいのこれ、このクマちゃんシンボル叩いてるやつ。あかわいい。でなんかもし見つけたら教えてください。撃てたよって、やばない？いや待って、これ集めちゃう。ちょっともう一個じゃ見せてあげるよ。
これ絶対集めちゃう、みんなはさこの良さが伝わるからっていう感じはある。ちょっとね、まあ正直さ興味ない人もあったらごめんねっていう。そう、怖すぎて培養になってて草、ごめん。そう、ライブで観覧者ありがとう、チョンコも I follow you on Twitter, thank you。 お疲れ様、ありがとう、ハムちゃん。シルバニアファミリー、え、実家にある？うちもあったけどさ、大人になって気づくかわ、あ、待って、これやつ入れ物がずるい。そうですね、開けるドキドキでね楽しみたいの。だからもしさ、え、ごめんねこれ買えっていうわけじゃないけど、もし買ってくれた人いたらこれ開けずにあげてください。これ開けずにくれたら嬉しいね、配信で開けるから。あ、ビレバー締めになった、買いこっかな、マジ半切れ状態で。それでね、見てこういう感じでお家、これもねゲットしたんですけど、これは赤ちゃんハウスかっこキッシャ、かわいい、これ赤ちゃんなんだけど、あ、これ育ったね。いや、これさ、これ出したくない、かわいくない、これやばない、これねクマちゃん、ウサギちゃん、これ何ですか、わかんない、リス、わかんない、赤ちゃんなんです。なんかドンキに売ってるって。でもこれはまあなんか普通に普通だったんですけど、このだってこれコンプしたいで、赤ちゃん、赤ちゃんやばいって、ずるいってっていう、やばいっていうね、赤ちゃんハウスかっこ記者、何その名前の可愛さ、赤ちゃん可愛くない、これはさやばいって、ずるいって、わや、本当にわや、ふみ実は可愛いの好き、それなんですよ。もう心に潤いをくださる、やばいよね。ちょっと一個考えた、あ、もう入りきらん、これ入りきらんかもしれないけど。これちょっとグロいかな。ビレバン売ってんのか、でもいいこと聞いた。そうなのでぜひね、皆さんゲットしてみ、ゲットしてみるのもあり、どっちが先にコンプするか戦うのもあり、かわいいよね、本当にかわいい、こんにちはって。そう、これを見つけてしまい、多分これ今回これを集めるなって思った、さすがにっていうお知らせでした。ということで、そうね、今日はライブ一日中、ライブとかオンラインリリーブとかくじ引きとか観覧車とか一日目本当にすごかったんですけど、あと2日間ねライブたくさんあるので、ぜひ会いに来てくれたら嬉しいです。シルバニアほんま欲しかったけど見えはって欲しいって言えんかった、かわいい。でも私もちっちゃい頃欲しいもの欲しいって言えなかったかも。言えなかったかも。あ、でもメルちゃん、なんかね、クリスマスの時期になるとサンタさんに何お願いするって聞かれるやん、聞かれる文化やったよ、うちは。だからその時は欲しいものにとったし、誕生日の時とかは欲しいものにとったけど、それ以外はなんか欲しいって言わんかった。急にごめん、ハンガー出てきた。そう、なんかあんまり言えなかったな、あっちも欲しいものけど、なんかね、もうね、欲しいって言う前に、なんなら周りの藤崎家からなんかこういろんなおもちゃが集まってきてて、それこそシルバニアはもういただいたんだよ。もうお家もいただいたし、なんかちょっとした遊ぶ道具もいただいたし、あの人形たちもいただいた。でメルちゃんは買ってもらって、でポポちゃんはいただいた、バービーちゃんもいただいた、リカちゃん人形もいただいた、めっちゃいただいてる。もうさ、うち3姉妹やったからさ、もう人形あればあるほどええみたいなとこあったんよ。だからっていう、そう、え、待って、飲んだ、逆、私逆なんだけど、サンタさんにポポちゃんもらって寝顔顔すぎて初日から号泣、やば。足は私も親友、幼稚園の時の親友がポポちゃん持ってていいなと思ったんやけど、なんかポポちゃんはなんか目がこうなってるみたいな、でママが
変にそういうの怖いの知っとったから、行きの計らいでメルちゃんにしてくれたの。で、私メルちゃんを知らなかったのか、なんか認知してたのかなかったのか分かんないんだけど、なんかメルちゃんいただいてもらって、サンタさんから。で、なんかママが普通になんか、サンタさんはメルちゃんの方が、なんだっけ、可愛いって言ってたよ、みたいな感じでくれたの。なんだけど、その瞬間もうメルちゃん命になった。そしたら、その1ヶ月後ぐらいにしおちゃんが髪の毛を焦がした。メルちゃんの。懐かしい！そう、メルちゃんめっちゃ好きだった。大好きだった。キャベツ人形って何？あと、うちにもう一つ、なんか、ポポちゃんよりもっとリアルな赤ちゃん型の人形ができて、こう上向いたら目がこうやって開いてるんだけど、あ、違う。あ、こうやって立ってるよ、目がこう開いてるんだけど、髪の毛がこう、体をこうやって起こすと目がこうなるって。で、体がこうやって起き上がったらこうやって目が開くっていう、え、伝わってるかな？これさ、寝かしたらこう目がちょうど閉じて、で、起こしたらこう目が開くっていうお人形があったの。それがめちゃくちゃ怖くて、めっちゃ苦手だった。でさ、勝手にさ、おもちゃとか捨てれないじゃん、親に怒られるから。だからめっちゃおもちゃ箱の一番奥の、一番使わない、一番高さが低いところの奥に置いてた。 で、たまに出てくるの。でもそいつがなんか巡り巡って、でもうわーってだけこうやって探してた、隠してた。でメルちゃんもめちゃくちゃ出来やした。あとイモイモが、三姉妹の一番下の子が小枝ちゃんにハマってたね。小枝ちゃん世代、私がメルちゃん世代で、翔ちゃんはポテロング。さ、髪の毛、そう、翔ちゃんがなんか多分翔ちゃんの優しさで、なんだっけな、ちょっとあったかさが強めの、あ、なん、ストーブか、ストーブの前でこうやって乾かしてくれたの、こうやってそれでチリチリになった。私は髪の毛カットしてサンタさんという名の母にぶち切りさせされた。わろた、それは怒られるね。あ、チャイルドプレイ怖いよ。タンベイジパッチキッズワイノットポピュレーションビーングなんとか。わお。あー、細かい。あ、そう、今日ね、頭に山口っていうのをつけてたんですよ。それを刺すための編み込み。え、見る？さ、説明したいのよ。なんかよくさ、編み込みすごいやってますねとか言われるんですけど、なんで編み込みをしてるかっていう説明をしたいなーって思い始めた。衣装袋これ母が作ってくれたティーチャック袋に、あの、今日はカラフル衣装だったので衣装が入ってます。めっちゃリアルなところ見せたよ。初めてかも。え、初めてこうやってさ、衣装袋から衣装を出すところ見せるかも。なんか、そうで、なんでこんなにガチガチに編み込みをそれも両方やってるかっていうと、普通の髪の毛下ろした状態でこれをつけれないんですよ。取れちゃうから。でも逆にこれをつけることによって、今日は新月さくらのクレンバと あのヘドバーム全然良いだった。そう、あとこの山口も母が作ってくれました。そう、もともとなんでこれを作ってもらったかって言っても、身長がちっちゃくてね、全然目立ちたかったんですよ、もっとっていうのもあります。あと山口県の良さはやっぱり、もうライブじゃさ、メンバー多すぎてさ、山口県のって言えないのよ。だからもうこうやって髪飾りでお伝えしていくっていう形を取った。こうやってね、刺してるんですよ、編み込みに。そうするともう絶対取れない、あ、絶対じゃない、数回取れたことありますけど、基本は取れないですよね。でもね、5、6曲続けとかってとか出るとちょっと大変だけど、ほら、こんだけ振っても取れないですよ。これがね、でも結構一時期ずっと1年ぐらいもう変わらずこれをつけてた時期はありました。でもまあ最近はいろんなのつけるようになったけどね、いろんな衣装もあるし。すごいない？もう一時期赤白衣装だけの時はもうずっとこれつけてたね。そう、でこうやって刺せるようにこの土台のピンもなんかね、あんまりめちゃくちゃ売ってるやつじゃなくて、もう私の髪質がサラサラなんですよね。サラサラいいじゃんってよく言われるんですけど、ま、私的にはまあないもの出たりなところあるんだけど、やっぱね、髪の毛が なんだろう、まとまりすぎちゃって、サラサラすぎちゃって髪飾りが取れちゃうとか、
巻きが取れちゃったりするんですよね。だからそこがちょっと、ね、悩みなんですけど、だからここを編み込んで、音聞こえる？ちょっとさ、音聞かせたい私の髪だけど、いくよ、聞こえる？あ、ちょっと待って、ちょっと今隣の部屋の物音がちょっとよ、聞かせたい私の、いくよ、いくよ、めっちゃ今ね固めてるんですよ、聞こえない、聞こえないかな、もうケープで、あ、でも聞こえ、あ、聞こえ、髪の毛から聞こえないような、普通聞こえない音なんですけど、これもうケープをグワーってやって固めて髪の毛を、で髪あの山口を刺してます。で、やんないと取れちゃうんだよ、本当に悩み、一時期それが悩みだったぐらい、どうやったら固まるかとかを考えて髪飾りとかも、で結局こういう形になりましたね。なんかやっぱりいろんな種類の髪飾りやってきたけど、これが一番なんか自分を、自分のアイデンティティとか自分のなんか一長羅みたいなところはあるよね。やっぱいいよね。私まあ本当に素敵な髪飾りを作ってもらって、もうこれ使ってにそれこそ3年ぐらい経つかな。そう、すごく大切な髪飾りです。山口、これはみかんですね。ただてっぺんにほらこうやって葉っぱもついてる、ということで、ぜひね明日のライブのご予約まだまだお待ちしております。しなる恋を、ね、なかなかこの髪飾りとかも久々にでもつけたんですけど、リリーベとかでいっぱいつけたいなと思ってます。あの撮影可能ライブの時にいろんな髪飾りの写真撮ってもらおうってでもね、カメラ上手い人もおるし、たくさんおるし、あと1分間で撮り放題衣装の時とかもあるのかな、これからあるか分かんないけど、時に撮ってほしいなと思います。そう、ディジュゲットフェイスマスク、フェイスマスク、そうなので、でもね、最初名前が山口さんなんか、あ、めっちゃあれ、本当に初見時期の時とかに初めまして席取ってくれる時に、山口さんみたいな方いますかって言われて、だいたいそういう時はこれつけてる時ばっかり山口さんって言うから、だいたい受付のメンバーとかスタッフさんは、あ、ふみかってなるピンクフェイスカバリング、あ、 Yes, thank you, so cute。 最近会社の人によくおみかんをもらう、勝手にキャンディ、あ、それ本当にそう、おみかんは美味しいからね。でも和歌山は特にそうよね、浮世和歌山、そうですね。そう、この髪飾り結構思い入れもすごいんだよね。この愛情も、この髪飾りに対する愛情もでかい。ということで、ぜひね、明日からのライブもよろしくお願いします。何時まで配信しようかね。11時半ぐらいまで配信します。今日早めに切り上げて、明日2本ライブがあるので、ライブの立ち位置の確認などをして寝たいと思います。めっちゃリアルな理由。明日のね、ちょっと出演曲とかも面白い感じになってるし、お昼いっぱい歌うって感じだし、夜はもうサウザンドクラブ来たって感じのセトリなので、ぜひ楽しみにしててください。ただ23日のもがお昼だけの出演になっちゃうので、よろしくお願いします。え、なんか温州みかんやっけ、和歌山って、ちょ、違うっけ、違うかな。ね、和歌山は有名やもんね。だからそれこそ和歌山県の伝道師来たらさ、気まずいかも。にみかんをもう手放さなきゃいけなくなるかもしれない。いつも遅くまで起きとるけん、おじじは心配。元気よ、ありと。うふふ、ほぼ初見どすね。あ、温州みかんは違うか。温州みかんはどこだ。どこだ。ちょっとね、みかん頭につけてる割にあんまり知らない、あのみかん食べれないので私
あ、そう、しゅうまくんはね、今は住んでるのは関西、まあ、和歌山関西か。和歌山じゃないけど、そうそうそう。有田みかん。有田みかんじゃない、有田みかん。そうだ。ぜひね、長州みかんじゃないと間違えた。大島みかんも食べてみてね、山口の。大島みかんとか、あと夏みかんも人気です。うんしゃい？愛媛か。危ね。愛知で。どうでも。そういうことですね。ちょっと、ここから、明日がまずね、一日めちゃくちゃライブするので。みかんの差し入れしても私食べれないけど大丈夫ですか？そう。あの、おみかんなんで食べれないかって、加糖アレルギー、果物がね、ものによるんですけど、みかんは多分、実は食べれるんですけど、あんまり食べないようにしてます。怖いから。これ以上食べれないもの増えたりだから、たまにしれっと食べてるんですけど。なんか一粒とか二粒とかにしてる。それでみかん食べたい。食べたくなってたまに、なんだろう、一玉も食べないけど、ちょっとだけつまんだりはする。みかんは意外と、なんかね、何の差があるか分かんないんだけど、オレンジは食べれないの。オレンジはマジでめっちゃ痒くなるんだけど、みかんはたまに食べてます。みかん送ってほしいな、母。また、鹿児島の方のね、お家でみかんが取れてて、実家にいる時はよく送られてきてますね。すごい量が。粉ジュースは、その、果汁何パーセントって書いてあるやん、大体。そのパーセンテージによるかも。マジね、ふみとね、結婚する人大変やと思うよ。なんかね、なんか、果物アレルギーっていうか、果糖アレルギーらしくて。だから意外とブドウとかもみかんと一緒で食べれたりするの。まあ、それこそ大量食いすると多分食べれなくなっちゃうから、ほんとにたまーに少しだけ食べるんだけど。だから、いちごは野菜なんで食べれる。で、なぜかスイカ、スイカも野菜か。スイカ食べれる。で、メロン絶対食べれない。バナナ食べれる。マンゴー食べれる。なの。で、いちごブルーベリー系は食べれる。で、みかんとかぶどうとかは若干食べれる。で、あとは、なんだろうな。どこかな。あ、パイナップルと桃とリンゴとキウイとか、あとライチとかメロンとかが即死です。バダンキューですね。それ以外はいける。で、アレルギー吸収して緩和させて、そんな本当になんか、一回でもちゃんと調べようと思うよね。本当にめちゃくちゃ痒くなっちゃう。あとね、最近トマトが食べれなくなりましたね。残念でした。もうすっごい大好きだったから、たまに食べてる。最低。でもね、トマトだけは痒くならないことはもうなくなっちゃったけどね。それでも食べるわね。ふみが食材選べば、そうなんよ。じゃけどさ、なんかさ、もうたまたま入ってたとかがさ、一番本当に、海外の遠征時とかが一番本当にご迷惑をかけた時がある。あ、ケチャップはいける。なんかね、アップルパイとか食べれるんですよ。リンゴは死ぬほど食べれないんですけど、リンゴが一番多分食べれないの。果物、そのアレルゲン的に。なんだけど、火を通したり発酵させたりすると食べれる。あ、食べ物系のプレゼン、そうです。私はなんか、獺祭系だけいただけます。そう、だからたまに獺祭おせんべいとか、獺祭の何かとか、あとは獺祭チョコとかね、バレンタインで限定とか、あと冬になると、あれですね、獺祭スパークリングとか。でもね、そう、いただけるので、そうなんですよ。だけいけるっていう。なんだけど、なんだろうな。そう、他のメンバーは一応なんかね、今、まあコロナのこともあって、一応禁止になってます。みかん焼いたら食べれるんじゃない？あ、だからさ、てかさ、コンポートとかにしたら食べれるんで、多分そういう系はね。あ、そう、加工されたらいけます。だからケチャップも鬼加工じゃん。なんか鬼加工すれば食べる。僕は飲み切るのに1ヶ月くらいかかった。かわいい。スパークリング美味しい。でもさ、あ、そうか、苦手なんだけな。コマちゃん食べたりするわ、そう。なんか、果物コンビとか言ってたのにさ、うちら。うち食べれないからさ、ちょっと、あ、
くなっちゃう。あ、マーマレード全然食べれる。だからそういうピューレ系、あ、柑橘系はね、そんなにめちゃくちゃやばくはない。中卒はプレゼントできないです。はい、嫌です。食べないです。いらないです。硬い、辛いです。小麦とかはそばアレルギーはないんだけど、最近大豆系のアレルギーになりかけている。豆腐がめっちゃ痒くなるんだよね。あとあれあれ、豆乳とかもダメなんだよ。ワインね、ワイン飲めるんですよ。ワインを多分発酵してるからかな、飲めるんだよね。なんか少しずつちょびちょび飲んでるよ。だけど全然飲めるけど、サングリアって言ってワインの中にしれっと生搾りの果物入れるのとかあるの、そういうのは飲めないですね。でもね、私めっちゃ成分表とか見るようになったもん。え、納豆食べれるんだ。だから発酵してるから多分。納豆とかお醤油とか、お醤油もねちょっと少なめにしてます。自分がこうつける時とかね。あとは食べれるもの、食べれるもの、醤油なんかね、豆腐とね豆乳系とかがダメなんだよね。でも豆乳スープとか豆乳鍋とか多分食べれるんですけど、冷ややっことかがダメなんだよね。あ、でもなんかね、メロン単体のアレルギーとかあるらしいよ。まあ、なんか、だから痒くなるな、でも好きだなっていう人は、摂取量を減らす方がいいらしい。今日せっかく大豆さん来たのに。うち大豆さんがさ、前さ、ちょうど大豆アレルギーになったかもっていう時に大豆さん来た時、本当にめちゃくちゃ面白かったね。名前が大豆だからね。なんかね、私納豆めっちゃ好きなんですよ。だから一応納豆食べれるんだけど、ちょっと摂取量は最近は控えてます。怖いので。あ、そら豆食べれる全然。そうだね、豆科のアレルギーも一瞬疑ったんですけど、多分大豆系なんだよね今のところ。全然グリーンピースとか、グリーンピース生で食べることないしな。やっぱね、火通ってればね、なんか食べれるんですよ。なんだけど、だからパイナップルも多分酢豚に入ってれば食べれるのかな。ちゃんと熟熟にちゃんと火がちゃんと取ってればね。そっか、ママサキさんのオムレツ納豆、そうだよ。納豆大好き、本当に。なんか一時期親族が大分におった時に本番、あ、大分も多分納豆が有名で、納豆いただいた時も結構あって、めっちゃ好きだった。一番好きな食べ物？鶏肉、もずく、塩辛。やばいやつじゃん。でさ、一番好きな食べ物はってさ、困らん？なんか何々部門の1位はとかはあるけどさ、なんか例えばご飯物の1位はとかさ、おかず系の1位はとかさ、おつまみ系の1位はとかでいっぱい言いたい。でもね、鶏肉は全般好きですね。でもね、それこそこの好きな食べ物今言ったけど、携帯のメールアドレスとかも、私携帯初めて持ったのが中2だったんだけど、ちっちゃい頃からもずく大好き、もずく塩辛大好きすぎて、なんか至るところのパスワードとか、もう今全然違うけど、パスワードとかメールアドレスとかももずく塩辛だったの。やばない？マジやばいよね、マジで。ね、でも本当にちっちゃい頃から珍味とかを、おじいちゃんってかまた山口県じゃけえさ、みんなお酒飲めるんよ。鹿児島とさ、山口の血しかない、血が通っちゃうけえさ、親族みんな死ぬまで飲めるんよ。本当に浴びるようにお酒を飲んでたから、そのやっぱところに並んでるなんかおつまみとかをさ、おつまみだけだよ、おつまみもさ、こうちっちゃい孫たちにさ食べさせてさ、ウィーって変な匂いするとかさ、癖が強い味がするっていうのを見て、ハッハッハッって多分笑いたかったんだけど、私だけすごい黙々とそれを自分からこうやって
食べてた。でみんな唐揚げとかさ、ちっちゃい子ってウインナーとかさ、おかずにするならね、とかなんかそうとか、あと数の子がすごい好きでしたね。なんかちっちゃい頃パパとずっと紅白歌合戦のさ、そう、うちのおばあちゃんが本当にガチなおせちをいつもあのお正月に作ってくれるんだけど、その時に下準備してる、でも下準備のちゃんとガチで使うやつの容器と、そのなんか数の子をさ、ちゃんと味をつけてくれるのよ、ちゃんと自分 の, あのお手製で。なんだけど数の子のもう一個なんかもう端っこのちっちゃいやつだけが入ってるタッパーみたいなのがあるのを、もうパパは知ってるわけよ、パパのママだから、おばあちゃんが。でもうパパが何って、紅白歌合戦のちょっと私が見ないようなこう、ま、演歌歌手の方とかの時にこうやって、おばあちゃんは演歌が好きだから演歌を見てる時にパパとフミでこうやって冷蔵庫の前にこうやってこうやってこうやってってこうやって隠れてこうやって手で食べて、でなんか好きな、なんかなんか、まあ、見たい歌手の声が聞こえたら急いで帰ってきてって言ってたりしてた。ちっちゃい頃からそう、変な食べ物は昔から好きでした。でそれこそちっちゃい頃から好きで、もあんた絶対将来酒飲みになるでって言われてたけど、酒飲みにはなってないですね。お酒には強い体質かもしれないけど、別に毎日飲んでるとかはないけど、この間ハイボールのツイートした日はハイボール飲んでました。2日前くらいかな、いやハイボール飲んでましたけど、でもめっちゃ久々に飲んだよハイボール。ライブがなかったのでね、飲みましたね。食、食べ物系のアレルギーは経験ない。この口の、私の場合は口の中と この首の中の器官が全部腫れるイメージ、かゆいイメージ。ひどいと血が出たり、腫れても呼吸ができなくなっちゃったりするって感じ。めっちゃかゆいの、もう、あーってずっとしてる。かゆくすぎて。せせり美味しいよな。パパごめんなーい。そう、さっきのみ。さっこさえ食べてしおちゃんに怒られるまでがセット。それはそう、あの、トマトとかもね、しれっと隠れて食べるとかね。最近の、一番ビビり散らかすタイミングかもしれない。今日お店、鶏肉の半身揚げ。え、美味しそう。もう鶏肉しか勝たん。じいちゃんの、これ何条分だっけ、塩辛。なんだっけこれ。なんだっけ、本当に変な。え、それこそ白子ポン酢とかさ、ちっちゃい子なんて絶対食べないようなものも大好きだったし、あと、ナマコのさ、わかるかな、ナマコっていうのがあるんですけど、見た目すっごい気持ち悪いんだけど、ナマコとかめっちゃ好きで、妹のとかもらってましたね。ナマコ食べたいなぁ。あ、ナマコ食べたくなっちゃった。ナマコのさ、旬がさ、冬とかやけさ、ちょっと実家帰ったら無理。冬帰りたいなぁ。大福ばない。私は一番最初に作ったアカウントにビールって書いてる。マジ？ヒレ酒美味しいね。それこそ脱菜。脱菜じゃない。嘘です。福のヒレ酒とかもすごく美味しいよ。山口県といえばね。イカか。イカの塩辛マジで。一時期だってやつさ、なんかさ、福じゃない。北海道に修学旅行行った時、自分用にいたってめっちゃでかいイカの塩辛買ったもん。おじいちゃんおばちゃん用に1個、自分用に1個買った。まあ、家族もにもあげたけど、なかなかおらんと思うよ。だってみんなさ、かわいいジャガポックルみたいなお菓子とかさ、北海道でいろんなさ、夢のなんだっけ白い恋人とかね、買ってるのか。私はあの直送便、あの冷蔵でさ送ってくれるクール便みたいなやつで、自分の塩辛買って帰ったで、さすがに今もって言われた。本当って言われた。あ、そう、クリックリです。あ、ちょっとナマコポン、そう美味しい、めっちゃ好きで。でも逆になんかいとことかさ、妹とかはさ、ちっちゃい頃はさ、結構なんかちょっと不思議な味するしさ、イソンみたいな味するからさって言ってもめっちゃもらってたで逆にこっちもはなんか普通のあのおかず、おかず大体ね、めいめいで自分でも取るって形だったからあれだけど、そう、チビ、あ、さあね、あのね、食べ物のね、差し入れが脱菜系のもの以外 NG なんですよ。逆になんで脱菜がいいかっていうと、公認で、脱菜さん公認で脱菜お姉さんをやってるので。そう。ナマコ食べたいね。
ナマコって感じたかったのかな。塩辛汁ってイカの白子とかナマコとかフグ。そうで、なんかおじいちゃんがね、前それこそ私が塩辛が大好きすぎて、なんかね、九州かどっかからいろんな塩辛買ってきてくれた時もあった。そう、本当に日頃は全然飲まないんですよ、本当に。なんだけど、まあ、別になんか急に飲もうぜって言っても飲めますよっていう感じ。だからいつか、なんかやりたいよね、飲みオフ、リアル飲みオフは。感情もダメなんです、食べ物系が一応今ダメになってます。もしなんかどうしてもみたいなことがあったら、運営さんにご一報いただければ OK 出ることは結構ある意外としれっと一応ルールとしてはダメですね。でも運営さんに先にこれ渡すんですけどいいですかみたいな感じだったら多分大丈夫と思う。なあ、早く飲もうって、それはそう。ふみちゃんと脱線飲み明かすオフ会。そうなんだよね。だから私がもっと大物ビッグになったら、今公認脱線お姉さんとしてやってるけど、なんだろうな、やっぱり、うん、なんか脱線協賛とかを脱線自体がやってないのであれなんですけど、なんか何かしらやりたいなと思ってる。ガラス越しに飲もうかでもおしゃれじゃないね。まあ脱線だけじゃなく、結構私だからね、多分いろんな種類のお酒飲めちゃう口なので、何でも付き合いますよって感じだよね。なんか一人、なんか30分ずつとかで、ふみちゃんと飲もうってやつやってみる。やばくなりそう、最後らへん、さすがに。ね、まあなんか逆にね、あ、だからハイボールをさ、そう、それこそ一昨日ぐらい飲んだ時に、好きなハイボール教えてくださいって言った時に、ね、じゃあチタハイボールが好きって言ったんですけど、チタハイボール結構好きなんだよね。そう、みんながなんかいろんなあのハイボールの種類を教えてくれたので嬉しかったですね。ダサいのだけ OK なら何がダサいなんですか。あ、ダサいっていう名前のお酒、このここにある、私山口県出身なんですけど、あのダサいっていうめちゃくちゃ有名で、ちょっとねお値段いいんです、いい感じなんですけど、ダサいっていう名前のあの日本酒があるんです。で、その PR の公認で PR お姉さんもやってるんですけど、その名前がダサいっていう名前なんですよね。アボカドと塩辛のね、もうね本当にだから怖くはないかもしれないけどさ、鶏肉と塩辛かな、何が好きなんだろう、分かんない、なんか何でもいい本当に何でも、嫌いな食べ物だから無理な食べ物はあるけど、嫌いな食べ物はないですね。あ、ありました、ジャスミン茶。ジャスミン茶だけ苦手、ジャスミン茶だけはダメ、ジャスミン茶だけ本当にちょっとピリついちゃうでもそれ以外は何でもいけます本当に。不思議だよね、絶対ね、意味わかんないね。シュート、あ、シュート美味しいよね。シュート食べた、あの食べたことある。そう、バーバの頭皮、そう、ばあちゃんのね頭皮の匂いしかせん。そう、ダサいの公認 PR 大賞。あ、そうなんですよ、なんかダサいってそれこそ PR とか広告とかそういう協賛とかのことにお金を使ってないんですよ。なので、なんだろうな、あれなんですけど、一応ダサイさんの社長さんとか、あと広報の方とかからのあの公認でダサイお姉さんっていう名前でを使っていいっていう公認の PR をさせていただいているダサイお姉さんですそうで、だからダサイさんからもたまにねプレゼントいただいたり、あとはもうダサイに行くと結構店員さんがあって感じそうなのでね、ぜひ、そう、ダサイさんも都内にもあるし福岡にもあるし、いろんなところにあるので行ってみてください。そう、前だってさ福岡遠征行った時にさ、ダサイの福岡支店の店員さんがわざわざ来てくださって、あの本当に嬉しかった。あのダサイ系のいただいて、プレゼントもいただいて、なんかね嬉しいしさ、もっとね西日本を中心にやっぱね盛り上げていけたらなと思うしね、ダサイの多い資産も、まあ、少しずつではあるかもしれないけど、ファンの方にもお伝えできてるかなと思うので、
頑張りたいなとは思います。ダサいお姉さんだよね。そう、ダサいお姉さんとして、なんだろう、一応お名前を、称号をいただいております。マジでだから居酒屋さんとかでたまにダッサいって取り扱ってる店舗あると思うので、飲んでみるのもありじゃないかなって。ちょっとあのあれかもしれんけど、あの贅沢かもしれんけどね。ダッサいは全国的そうなんですよ。なんですけど、あのダッサいを置いてるお店はちゃんとね、ダッサいの公認っていうか、こう許可がないとダッサいって勝手に置けないんですよ。それまたすごいよね。飲んでみて、もし飲んだことない方は。もう誇りよ、山口県民として。ということで、今日はそろそろ終わろうかな。すごい、今日もしれつ1時間ぐらい出てますね。明日は2本ライブがあるので、ぜひちょっと来ていただきたい。ちょっとね、お昼は本当にふみちゃんいっぱい歌うので、こんな歌って大丈夫ってぐらいいっぱい歌うので、またお昼は、ご予約お早めに、チケットがあともうちょっといいのでゲットしてね。お昼のライブのさ、チケットってどんぐらい？どんぐらい、何時までさ売っちゃうんだろうと思って。しばこお疲れ様でした。楽しみにしてる、ありがとう。やっと会えるから、マジで泣きそう。これは持ってない話。みんな、チケットあと20分だ。あ、気づいてよかった。明日のライブチケットあと20分なので、みんなちょっと21日のライブいっぱい歌うので、ぜひちょっとあの本当会いに来てっていう気持ちいっぱいで、いっぱいでおっぱいって感じで会いに来てください。そう、数も残りわずか で時間も残りわずかなんですよ。なのでちょっと明日のライブね、ゲットしてくれたらとっても嬉しい。ちょっと今ツイートしよう。ツイートだけ消させて。焦っちゃう。なんだろう。つまんね、また来週はね。え、どういうこと？来週はなんだ？なんでやったの？来週はなんだ？だってちょっとツイートだけしますね。焦る。失礼いたした。夜はジェストで移動が間に合う。そうなんじゃ、ジェストか、秋葉原か。ジェストね、全然出てないな。ジェストでもあの後ろのライトがすごい好きで、色合いとかすごく素敵よね、あそこの会場ね。ということで、ぜひ皆さんお待ちしております。そして夜のね、サウザンドクラブもとっても素敵な会場、ぜひ皆さん見に来てくれたらとっても嬉しいなです。よろしくお願いします。ということで、今日はそろそろ配信を終わりたいと思います。今日もね、配信見てくださった方ありがとうございました。明日のライブ2本ともぜひ皆さんお待ちしております。以上、バジョジョパンのぐちきの伝道師隕石ふみでした。今日は多分結構すぐにね、もうね、死んだようになると思います。おやすみ、トルモのおやすみ、パンダさんおやすみ、クロさん、チュミ、コンタク、あ、コンタさんお疲れ様、ありがとう。ということで、また明日ね。バイバーイ。ビーダマもおやすみ。また待ってるよ、ビーダマも。はよね、よ、ポシミヤコート。ポシミヤコート。バイバーイ。